皆様お疲れ様です。打球タイムです。まずはこちらをご覧ください。1954年の写真です。この場所は現在どうなっているのでしょうか。明治大学です。こちらは明治大学マンドリンクラブ。創設者の中には昭和を代表する作曲家古賀政男の名前も。大講堂です。神田の町を見下ろす明大生。隣には駿台予備校があります。こちらは短大生。短大は2007年に廃止されました。明治大学泉キャンパスです。目の前には玉川上水が流れています。泉校舎の購買部。